はい、どうも、トラ吉の無課金覇王ロード12球団編です。今日でログインが、311日目ですね。はい、今回はですね、現在2020年10月14日の16時17分なんですけども、今日からね、イベントが切り替わりまして、俺の球場飯来てます。あと5日と20時間ということで、まだ開始されてから1時間ぐらいしか経ってないんですけどね、まあ進行状況といいますか、まあ、ちょっとしかやってないんですけども、一応今のところもう5エナジー使いました。はい、累計イベントポイントが110ですね。まあ、イベントポイント3300は最後15エナジーですね。はい、3000ポイントで、S3 契約書ありますんで、きっちり取っていきたいなと思います。はい、球場飯の種類も現在6種類ですけども、最後63種類で S ランク特訓コーチ、これもきっちり取っていきたいなと思います。はい、まあね、もうすぐねスタミナマックスになりますんで、その分もあって、ちょっとそうですね、そこそこエナジー割りながら、ちょっとストック経験値とかもね欲しいんで、ちょっとオーバーランして結構やっていこうかなと今思ってます。この12球団編の方はね、ちょっと育成したい選手もいっぱいいますんでね、オーバーランしてちょっとエナジー割りながらやっていこうかなと思ってます。はい、まあランダムボックスは何があったのかな。まあ A ラン契約書とかね、ゴールド契約書もありますんで、この辺もちょっと取れればいいかなと思いますけども、とりあえずはまあストック経験値とか特訓とかね、特殊能力とか上げてもらえればそれが一番なんで、エナジーそこそこ使いながら、やっていこうかなと思ってます。はい、現在使ったエナジー5エナジーですね。はい、それではですね、今回、契約書を開封してから、その後 A ランク自陣ミキサー1回だけやろうかなと思ってます。まあ契約書なんですけども、この A ランク契約書ローテーションチャレンジャー、対決カーニバルのね、累計15万9000ポイントで、来てくれましたんで、これ、このソフトバンクの笠谷選手を狙っていこうかなと思います。まあ、このアカウント12球団編なんですけども、ソフトバンク純正組んでますんで、笠谷選手狙っていこうかなと思います。その後に A ランク契約書も一枚開封してから、 A ランク自治務契約書、A ランク自治務ミキサーやりたいなと思ってます。まずは A ランク契約書ローテーションチャレンジャー、笠谷選手お願いします。来い。これで笠谷選手ね、もし来てくれると極みまで行けますんで、ぜひ来てほしいなと思ってます。どうでしょうか。畑選手、はい、結構ね強い選手なんでね、畑選手これで2枚目ですね、 A ランクね。うん、ちょっと悩みますね。はい、まあまあ、はい、ちょっと笠井選手じゃなかったので残念ですけども、はい、畑選手でした。それでは A ランク役所対決カーニバルの、ね、パネルチャレンジで、取りました A ランク役所、これ開封したいなと思います。まあ、限界突破できる選手ですね。この後ね A ランク自チームミキサーで狙う坂本選手、菅野選手あたり来てくれると非常に助かります。いきます、 A ランク役所お願いします。来い。さあ、限界突破できる選手来てほしい。さあ、誰。おーい、すごい。シリーズ2追加されたばっかりですよね、坂本選手。いや、これはすごいな。 A ランクのランダムの契約書で、今から A ランクチームミキサーで狙おうと思ってたんですけども、いや、これはついてる、これめっちゃついてるな。はい、これで突4になります。はい、いや、びっくりした、やるな、おい。嬉しい。はい、まあ一応ね、ミキさんもまだ突4なんでね、やりたいなと思うんですけども、一応狙いの選手確認しておきます。うわ、いきなり坂本選手シリーズ2来た。はい、まあこの坂本選手ですね、突4なんで、今の分で突4なんで、極めにしたいんで、欲しいです。あと菅野選手、中川選手、シリーズ2ではこの3人が欲しいです。でシリーズ1で、もちろん菅野選手、あと田口選手、あとまあ中川選手もそうですね、で坂本選手、あとメルセデス選手も欲しいですね。はい、一応坂本選手ね、手術いきなり来てくれてますんで、まあでももう一枚来てほしいですね。はい、それではいきます。一応ちょっと枠は潰せますんで、ビエイラ選手とパーラ選手いますね。はい、それでは誰いきましょうか。こういきましょうか。はい、坂本選手、菅野選手、もう一枚来てほしいですね。どっちも突4なんでね、今突4分の A ランクありますんで、
菅野選手、坂本選手、お願いします。来てくれ、もう一回来たらすごいよ。さあどうでしょう。いやでもちょっと嬉しいですね、さっきの A ランクのランダム契約書で坂本選手来たんで。もう一回来い来い。おお、中川選手いいですね、いいですね、はい、シリーズ2ですね、はい、中川選手も S ランク持ってますんで、いいですね、はい、よかったです。いやいい感じですね今日、はい、ありがとうございます。いや嬉しいです、はい、まあ巨人尽くしでしたけども一応純正ソフトバンクなんですけどね、はい、そうですね、俺の球場飯、5日と20時間あります。まだ1時間しかね、経ってないですけども、ここから頑張ってちょっとエナジーそこそこ割りながらね、オーバーランしてやっていきたいなと思ってます、はい、今回こんな感じです。また動画あげますんで見ていただけるとありがたいです。以上、トラキッチの無課金ハウオーロード12球団編でした。